晩7時過ぎでは閉まってます。興味はございませんが。飲食店街まで少し歩いてみます。まで来ると土曜日のこの時間でも人の流れが一気に増えます。今日タオの団体でお出ますがチケットこちらでもらってくれって言われたんですけど、受付もこうなんですかね。受付もこうです。突き当たり右側に、この天井になんですけど、今日13席、はい、じゃあすいません、こちら奥までお進みください。Thank you.
だ老舗料亭さん、一品一品味付けがすべて美味しい。ではここで中洲の意味を調べてみました。現在福岡県内には福岡市、北九州市、久留米市といった屋台街が3カ所残っています。博多で屋台文化が栄えたのはなぜ、博多に屋台が増えたのは他の都市と同様戦後の混乱期、戦争で家族や職を失い生活に困窮した人たちが闇市で食材を仕入れ屋台で売ってここをしのいでいたのが始まり、当初は最も手軽に始められるうどんの屋台が多かったそうです。中洲の屋台が開けたのはやはり立地でしょうかね。天神から徒歩約10分でアクセスできる福岡随一の歓楽街です。中川と博多川の間にあり、東西約250メートル、南北約1500メートルのエリアに位置するため、屋台は重要な観光資源という位置づけです。そのため屋台が適正に運営されるよう、福岡市屋台基本条例という厳しいルールが設けられています。行けるでしょ。行けるかな。行こう。行こう。あとはホテルで食べたらいいんですよ。誰に感謝するの、お姉さん。お兄さん。そうやろ。誰がお金払うの。あ、お姉さん。どっちが上。あれ、どっちが上。そこ。どこ行こうかって言ってました。どこ行こうかって言ってました。あ、そう。全然。営業だね、僕にすんねんな。僕にすんねんな。お姉さん捕まえた僕へ。あ、ほんと。たまたま。ありがとうございます。どうぞ。別に大きいやんな。何大きいやんな。大きいよ。あ、まあ、これだけのとこは。はい。
全部使っていいの。